はい、こんにちは、くみチャンネルです。はい、じゃあ今日はですね、前回に続き睾丸を取った後のお話です、うん、で、まあ5年前に取ったんですけども、うん、もう手術日当日はもう大変でしたね、本当で、手術日だから取っちゃ、もう終わったのって感じだったんだ。入院できないんでしょ、その、はい、じゃあもう帰ってください、終わりましたよって言ったらすごいことになるわけじゃん、痛くてしょうがない状態なの、帰りが大変だった。だから、聞いてだから、普通だったら入院ちょっと1日2日ぐらい病院で寝させてって思うところを、それは勝手にあなたが思うだけで、帰んなきゃなんないのね。そういうシステムね。そう、もう最初からそういうシステム、そういうシステムね。入院させてくださいはないんだ。ないね。入院したら入院したで高くつくでしょ。まあそうだけど、でもそういう、だいたいそうだね、どこも麻酔が切れたら、そっか、でもそうだよね、イボとかなんかいろいろ取る人いるけど、確かにその場で帰らされるね、そんな感じ。まあ、帰る途中がもうほんと大変、名古屋から、まあ、当時大阪住んでたので、痛いじゃん、痛い。だからもうね、当時の会社の、お友達と一緒に、一緒にっていうか連れてってもらって、大阪から名古屋に車で来ました、で帰り、もうね、手術終わりますよって、あれ、もうだから切った後だからもう腫れ上がってるのね、どんな風に腫れ上がってるの。たまたまがね、玉袋をたまたまが切ります、出します、縫います、そしたら一回逃げてこう切開すると腫れるじゃない。あ、腫れるよね。そしたら、え、本当に取ったのっていうぐらい切ったってこと。そうだから、あれまだあるよ、あれ1個残ってるんじゃない、1個20万だったのえっていう、もう1回取んなきゃなんないのみたいな。そう、あ、20万しか払ってないから1個か、あ、もう1個で20万かっていう思ったの、もう腫れ上がりすぎて。で帰りね、こうあれ取ってもらってんのかなと思って、でもちょっと麻酔切れてるから痛いなと思いながら、とりあえず、でとりあえず帰りに、あれ、なんかおかしいと思ったのが、何、どうしたの、生理来た、生理来たと思って、血がもうすーワンスが出ましたの。それはさ、お股から、それはさ、切ってるとこから、奥さんとかに言われてるはずでしょ。言われてない。嘘でしょ。何の私何にも当ててなかった。そうだよ。へえ。うわー、で後から聞くと、そしたら出ちゃうじゃん。そうよ、パンツ真っ赤っかになってさ、で、え、ちょっと待ってと思って、え、ちょっと待って、もうね、もう急遽、社長が来ました、で、急遽、どこなの、高速っていうか、高速、多分西名阪がどっかで、途中で止まってコンビニ寄って、シート、で、もう、あ、やばい、車のシート、で、そうそうそう、それがあったし、もうナプキン買おうと思って、それが初めてナプキン買って、だからその前にシートどうなってたの、だから なんかおかしいみたいな、こういう風な状態になったよ。あ、なんか漏れてるみたいな。あ、もうズボンがもう真っ赤になってたのか。真っ赤になって、ちょっと、シートは大丈夫、だったらタオルみたいな、ティッシュみたいな。急に来たってことか、じゃあ。多分痛かって、こう縫い合わせてあるやつが、こうなって、こっか血が出てきたの。痛い、それ絶対やだ。で、ナプキン買って、それで、あ、痛い。でね、自分で買ったの？もちろん。いや、嬉しかったでしょ。いや別に、なんかとりあえず痛すぎて、で、とりあえず友達一緒に行こう。とりあえず行こうみたいな。生理用ナプキン買う。一緒に行こうみたいな。で、アテンドじゃなくて。違う、普通のやつ。で、普通に買って、で、トイレで当てて、したら、でも、なんかね、ズボン、ジーパンやったと思うんだけど、ジーパンがもう真っ赤かだったの、お股が。やばいぐらい、これ超恥ずかしいと思って。でもまあ、普通に歩く分。さ、柔らかいものを履いて。でもまあ、とりあえず、次の日も仕事だったから、帰ったんだけど、なんかね、周りの人は、仕事
周りの人は多分久美さんなんかおかしいって言われたもん。なんか机に座ってパソコンもぞしてるそうパソコンで仕事をしてたんだけど、なんか久美さんちょっとなんか調子悪いんですかって言われた周りに、そりゃ調子悪いでしょ、ね、いろんな人来るから調子悪いんですかって言われて、でなんかもうお腹痛くって、うん、多分ね次の日もう早退したらと思う。あ、そりゃそうだ、ちょっとお腹痛すぎて。ちょでもね、その知ってんのはその友達しかいないの、うん、で周りの黙ってったんでしょ。でその子 はもう黙っててくれてんけど、他の子が知らないから、なんて言い訳したのじゃ。お腹ちょっと痛くって、ちょっと嘘を突き通せたのね、とりあえずね。でもね、後でバレたの。あ、まあね、後でバレたんだけど、ちょっともう、もうその時はね、もう、いや、本当にお腹痛かったの。うん、お腹、玉を取ってるんだけど、お腹が痛かったの。うん、お腹痛すぎて、ちょっともう仕事になれへんと思って。聞いてるだけで痛いもん。仕事になれへんと思って、もうずっと。それが、じゃあ、いつまで続いたの？一週間ぐらい痛かった。で、とりあえず一週間したら、なんとか元気になって、普通になったんだけど、そこから、もう5年経って、で何が変わった、もう待って待って、その5年に今に至るまで、うん、その1週間で痛みを収まった収まった、うん、でその後は大丈夫だったの、もうなんてこともなく、なんともない、なんともない、なんともなくなっちゃったの、うん、じゃあ傷口が治ったってこと、ね、腫れが引いたらシューってたまた玉袋がシューってシューってへっこ、風船がシューって縮むよ。あのね、みんなは梅干しが、シュシュシュ、梅干しの、大きい梅干しあるでしょ、うん、大きい方の梅干し。それが、皮、中の種取った、みたいな感じ、シュ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 って。わかる？わかる？要は、まあ、わかるけど、うんうん、梅干しのふにゃふにゃの形で、シューってなんかね、ちっちゃくなった。もう、うん。うん。そんな感じになった。小梅とかじゃない、カリカリじゃなくて、ふにゃふにゃになったんでしょ、うん。そうそうそう。それが、チューって。で、ほんとね、皮がキューってこうなった。うん、今はね、そうだよね、うん、そうだよね、そうね、なんか見たことないから別に見せようとも思わないんですけど、いつか見てやろうとは思うんですけど、いや本当ね、今は普通もちっちゃい、うん、感じ、うん、今は、うん、ないよって感じ、無事に取れましたと、うん、そう、片方しか取ってもらってなかったじゃなかったってこと、ね、そうね、もう当時ね、もう電話したもん、電話っていうかメールしたもん、もうあまりにも痛すぎてちょっと腫れ上がってるんですけど、これって大丈夫ですかみたいな、ね、うん、時間が経てば治ると思いますって、まあね、そこの病院の人はまあ一言だからね、うん、そんなメールが返ってきたのね、へーんって感じで、うちは持ってて、うん、はい、そんな感じです、うん、無事に済みましたということで、うん、そうなんです、はい、うん、ね、はい、以上ですありがとうございました、はい、ありがとうございます、変な話に付き合っていただきました。